カモノハシロンの禁断推理ロンとトトのデコボコラジオセカンドシーズン。はい、皆さんこんばんは。テレビアニメカモノハシロンの禁断推理、カモノハシロン役のあざかみおへです。皆さんこんばんは。一色とともり役の榎木純也です。この番組は現在放送中、テレビアニメカモノハシロンの禁断推理セカンドシーズンを盛り上げていく禁断ウェブラジオでございます。もう1ヶ月経ったんですね、前回から。僕の誕生日直前ちょうど ね挟まれて、もう無事重ねましたけど、先ほどなんと、あざかみくんから誕生日プレゼントいただきました。これはなんかいろいろあったじゃないですか、前回の誕生日の時に ね、お渡ししたカードに、マッサージのカードにお金が入ってなかった、全く入ってなかったです、ね、でちょっと事件だったんですけど、ちょっと未解決になっちゃいまして、すごい高いカーディガンを、いやそこまで言われる、まあ、ちょっとですよね、クリ、まあ、高いじゃ高いか、めちゃめちゃ高い、なんかでも放送されてなかったどうしようかなと思って、まあ、ちょっと訳ありというかね、ちゃんとしたもんですよ、ちゃんとしたもんなんですけど、まあどうやらね、あざかみくんがサイズが合わなかった、自分が合わなかったものを僕に誕生日プレゼントという体で、いやでもあれですよ、あのちゃんとしたやつですし、ちゃんとしたやつ、あの本当に袖通して、はい、あ無理、あ俺でもってなって、パツだからな、パツパツだった、結構ギリ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 でした。薄い生地のやつじゃないと、そうですけど、きつい感じでしたけど、いやでもきっと似合うと思って、ありがとう、あんな高いもの、いやとんでもないです、よかった、売りますここで別に発言しなくてもいい、まあ、プレゼントしたものなんでね、もうどうこうしていただいても全然構わないんですけれども、聞かせていただきます、よろしくお願いします、ありがとうございます。はい、はい、ということで今回ですが、はい、なんとゲストの方来てくださってます。ゲストはマイロ・モリアーティ役の松岡芳嗣さんでございます。ラジオ初めて来ていただくという、ね、そうですね、生配信とか、はい、まあ、イベント登壇とかは一緒にね、させていただきました。すごかったよ、松岡さんの今日は大丈夫ですかね、ボケの大重要ヒカスさんがいないとやっぱそうね、なかなか大変だ大変になことになりそうではありますが、でも前回はほらちょっとお酒をね前日に飲まれてたってことよく覚えてるね、飲まれてました、それ俺以外みんな飲んでなかった、飲んでねえよ、え飲んでなかったあれ飲んでないよ、俺別にそんな飲んでたとしても引きずってないです、みんな飲み会行こうかと思って違います、もともとですこれは、はい、なので、まあ、どんなラジオになっちゃうのかはちょっとこの後お楽しみということで、はい、この後すぐの登場でございます、はい、それでは始めてまいりましょう。カモノハシロンの禁断推理ロンとトトのデコボコラジオセカンドシーズンスタート。カモノハシロンの禁断推理ロンとトトのデコボコラジオセカンドシーズン。それでは早速でございますが、ゲストの方お呼びしましょう。この方です。皆さんこんばんは、マイロ・モリアーティ役の松岡芳嗣です。あれ、これも松岡さんでもないしマイロでもないどこのちょっとどこのトーンなんだ、弱そうなちょっと敵キャラみたいになってますけど、そうだね、負けそうな、負けそうな感じでしたけど、よろしくお願いします松岡さん、よろしくお願いします。はい、今日はそのキャラなのかな、そうですか、ね、緊急特番以来ですけども、そうですよね、緊急特番以来、そうですね、はい、ええ、どうですか、ラジオはお得意ですか松岡さんは。大の苦手です。大がつきました。でも結構ね、イベントでもめっちゃ喋ってくれてたし、あれはそういう体を装ってる、体なんですか。いやでも装えるんだ、そう、まあ逆に言えばそういうキャラ設定にしてるんです。演技、演技さんのキャラ設定が演技ですよ、芝居として演技です、成立、あ、ええ、役者としては、あの、ね、あそういうことだった。今日はどんな芝居を今日は、はい、あの世紀末の世界で結構細かいですね世紀末の世界で、世紀末の世界で、あのストレスを抱えながら、あの日々生き抜いている人、それ現実じゃないですか現実最初入ってきた時のこの現実が世紀末というじゃなくて世紀末として、じゃあ僕らもその設定に入った方が喋りやすいのかな。じゃあそんな世紀末の役に入ってる松岡さんをちょっと癒すトークをしたい、逆にね、ですね、はいはいはい、導いていきたい、そうですね、ちょっと癒しに、このせめてこの時間だけでも、うん、まあでも頑張ってって言われたら元に戻りますよ。頑張ってちょっと言ってみてよ芳嗣さん、頑張って
わかりました。おお、戻った、はい、というか、前のモリアティ役の松岡一徳です。逆に不安だ よ、この状態ちょっと見たことないこんな松岡さん。アフレコ現場でもストレス逆に感じてそうに感じますけど、ね、飲みの現場でもこんなんじゃなかったあこの3人でだから、でもラジオやるのは初めてだから、ね、ちょっとまあ不安ではありますけど。不安ですか。まあまあでも、まあまあでもマイロのことをいろいろ聞いていきましょうよ。ょ、ね、聞かせていただけたらと思うんですけど、でもなんかイベントではすごいコードをコネコネしてるけど大丈夫、ね、不安なんだろう。僕は僕でちょっと不安で、不安があるいろいろぐるぐるね手をあさるさをしてしまうんですけど、でもなんかイベントかん、なんか緊急特番かであのマイロにすの役にすごいなんか手応えを感じてますみたいな。いや、なんか自分の中では、はい、あのすごくあのやりやすい感じ。やりやすいんだ。昔だったらできなかったものが今できてるっていう喜びもあると思うけどもっていう。確かに、デビュー当初ってやっぱ松岡さん主役がめっちゃ、ね、爽やかなね、まっすぐな青年のイメージでしたけど、成長していく役が多かったけど、うんうん、悪役がやっぱり最近は増えてきて、そう、悪役にシフトしていってね、やっぱそういう風になるんだなって思って、うん、このマイロっていう悪役を演じる時のなんかポイントとかあるんですか。とにかく自然体を意識してる。 あんまりあえて悪いぞっていうのじゃなくて、うんうん、怖いもんね、うん、もう直感的に M 家ってもうやばい人たちの集まりなんだなっていう、うんうんうん、全員犯罪者だもんな。血筋からしてっていう部分がもうにじみ出るような、うんうん、あのこう自然体というか、はい、うん、だから本当にあの妹とかちょっといじるの楽しかったもんね。あれいじってたんだ。あれいじりだったんだ。あの M 家特有のいじり激しいいじりですね。日常会話だったんだ。もうほぼ殺されかけてましたけども、なんかこう悪い役を自然体でやるってなんかやっぱね、自分って別に悪人じゃないから、うん、なんかどっからこう作り出していくとかあるんですか。そのまあ、悪いって思ってやってるわけじゃないと思うんですけど、その自然体をどっから、うん、まあ多分己の根源にあるものから出てるんだろう。だとしたら怒り、ストレスか。だとしたら大丈夫ですか。だからあのいつも思ってたのが、はい、あの自分悪役やっても、はい、あの大体の人たちにあの三下感が否めないっていうのが言われるの。そうなんですか。いわゆるこうチンピラ感が出るというか、あ、いや、やっちゃってくださいみたいな、さっきの最初にねご挨拶してくださったぐらいの感じになる方向性に捉えられることが多くて、だからその理知的な悪役というか、あ、うん、っていうのをやっぱこうやってみたいっていう思いがずっとあって、まあよく、まあ、すごく言わせていただければ、はい、そっちの方向にシフトしていきたいっていう、だんだんと、あ、もうこのキャリアを積み重ねていく中で、なるほどな。だからなんかそういう面で言ったらマイロは自分の中で理想的な悪、あ、やりたかったっていう、やりたかった悪役なんですね。ぴったりですもんね。え、マイロはオーディションだったんですか。マイロはオーディションじゃなかった気がする。じゃあもうオファーとして決まったってことですか。もうだからイメージが、もうイメージが先方さんにもあったのかな。でもオーディションはやった気がする。あ、別のキャラとか、それはカモロンのオーディションとしてってことですね、うん、あ、その時の声を聞いてこの役よりマイロンこっちの方が合うんじゃないかっていうみたいになったのかもしれないってことですね。面白いね。マイロもやってたらごめんなさい。いや、それはまあ、ね、大丈夫、誰も分かんないから、からないことだから記憶にございません。そうそうそう関係者しか分かんないから大丈夫で。でもデモテープは撮ったのは覚えてる。あ、本当ですか。じゃあマイロデモテープ、あ、なんか候補に、いや、マイロじゃなく、マイロじゃなく、じゃ別に、いや、マイロもやってたかもしれないけど、あ、まあ、やってたのかもな。だってデモ、あ、そっか、でもデモテープ僕らはねやってなかった、多分別の役で受けられてってこと、ね、そういうことだったかもね。それでマイロになったっていう、なるほどなるほど、そうか、なんだろうね。いや、マイロでも本当にセリフの量が、まあ、この段階ではやっぱすごい少ないから、それでこう印象付けてくっていうか、こう印象を残していくっていうの難しそうだなって思ってたんですけど、確かに一言一言がやっぱ重いっていうかね、うん、いや、それは確かに、うん、あのこういきなりポッと出たから、うん、アニメで追ってくださってる方々は、うん、誰誰誰っていう印象になると思うんですけど、
でそこでバーって行って、その印象付けとあのこうまあそのセリフの間の取り方であったりとか、空気感であったり声の温度の差であったりとかっていうところで、ああナチュラルサイコパスなんだなみたいな。ナチュラルサイコでしょうね、自然体生まれながらにして人の命を人の命と思ってないみたいな。確かに殺人っていう風にも捉えてないぐらいの感じですよ。なんかそこ片付けといてぐらいの気持ちで言ってるのが怖い、うんね、お仕事なんすかね、何なのかわかんないですけど、だってあのなんだっけあのセリフ、あれがちょっと残酷すぎるなって思ったのが、あの何の事件の時だろう、あの兄さん、あの何々が子供ができたから引退したいと言ってますみたいな話の後にマイロがあのそいつも始末しておいて、その赤ん坊の方も始末しておけよみたいなこと言った。ああ何話だったかな。15年後になんかこう目が育つ可能性があるからちゃんと飼っておけよみたいな。結構やばいやつだよやっぱ。じゃあでも根絶やしにするってことだよね。情とか脅威になる可能性があるものは全て排除する。だってあのスナイパー資格がね、ウィンターをもう消し損ねたからあいつも始末しとけっていう終わり方がさ、ウィンターにすら情がないっていう、怖いなと思って。いやでもそれもう本当に、まあ、吉嗣さんのこのなんか自然体の芝居がね、 そこから湧き上がってくる。そこからが心配なんだけど、物が乗っかって素晴らしく怖いマイロに、そうですね、ね、なっていますけど、今後だからどんな風にマイロが自分のことを話すのかとかさ、うん、そういうところも気にしつつ、うん、セカンドシーズン楽しんでいただければと ね思うんですけれども、はい、こんなところでちょっとメールをご紹介させていただきます。親尾さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あざかみさん、えのきさん、ゲストの松岡さん、こんばんは。こんばんは。アニメ16話を見ました。ロンが初めて MK と、正面対決のこの渋谷黙示録殺人連続殺人事件では、一気ではなかなかつかみきれないマイロが少しだけその異常性が垣間見えましたね。突飛なロンに対してマイロもすごく振り切ったキャラ性を持っているので、同じ天才だろうに全く違う生き方をしているロンとマイロが、対照的で面白いです。マイロ役の松岡さんは先行上映会でも、マイロは思い切って自由に演じられると、おっしゃっていましたが、マイロがウィンターを言うたびに、本当に楽しそうにお芝居されているなと思いました。松岡さんは、釜梨ロンのアフレコ中特に印象が残っているエピソードはございますか？ウィンター役の花森さんと会話するシーンが特に多いかと思いますが、掛け合ってみていかがだったでしょうか、ということです。特に印象に残っている、まあでも本当にまだね、マイロが長、うん、こう長尺で喋ってるセリフがそんなにないんですけども、まあファーストシーズンに比べたら、うん、ちょっとその狂気をね、うん、やっぱ垣間見せてきますけれども、しかもね、やっぱりあのこうアフレコ現場の時に、はい、自分があのこう前の現場が終わって、うん、あの結構早めに入ることがあったんですよね。あ、はい、ね、あの僕行くところがないんで、行くところがないそんな悲しい、それはもう自分の次第じゃないですか。その喫茶店とかでも、喫茶店ね、喫茶店とかおしゃれなところは一人で入れない。おしゃれおしゃれ、まあおしゃれなのかな。講師一つとか言えないんです。講師と言ってないですよ、誰も別に。どこだな。講師。講師。講師一つ。じゃあもう早めに現場に入られて、まあバッて入って、はいはいはい、でバッて入ったら、まあいわゆるその予定の時間より早めに入ってしまうわけなんですよ。うん、下手すると僕1時間ぐらい前に入る時はある。ああ、でもスタッフさんいないんじゃないですか、それって。いや、それがいるんですよ。いるんだ。いらっしゃる。早っ。まあ、たまに空いてない時ありますけどね。そんなに早く、ガチャ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 、あれあれあれみたいな。なんかもう暗いしな。本当に行き場がなくなっちゃった吉嗣さん。そんな早いんだっていう時もあるんですよ。はいはいはい、でもとあるところで、はい、あの確かに花森さんと、はい、あのなんか時間がずれてて、はい、でその時に自分が早めに入ったから一緒に撮りますかみたいな感じになったの。ああ、はいはい。いや、あれはすごく良かった。すごく良かった。その回はあれあの打つところ。ああ、じゃあもう本当に一緒に撮れたんだ。後編の最後ですね、うん、そう、あの時に一緒に撮れたのがすごい印象に残ってる。あ、そっか。どうしてもね、すっごいいじめたくてやばい人じゃん。それそこから来てるものですか。どうしても、そう、めちゃくちゃいじめたくて花森さんと隣とか、はい、あの
自分が一番左端だったのかな、はいはいはい、で花嫁さんが一番右端だったのかな、真逆だ、でもやっぱこう一緒の空気感で、はい、あの兄さんって言ってもらいたくて、どういうことだ、次がないのはお前だっていうのをその場で言いたくて、なるほどね、相手にちゃんと言いたい、終わりだっていうのを言いたくて、はいはいはい、それが楽しいんですかね。そう、それがねすっごく楽しい、うん、だからああいういいシーンになったっていう、早めに入るのいいですね。でも悪くないんだそういうのが。俺も結構カモロンは早めに入ってたかも。でも確か夏とかだったじゃん、収録してたの。そうだね、すっごい暑くて、はいはいはい、確かにあの辺喫茶店が結構離れたところにあるから、あと混んでんだよな、早めに入って、ね、だからそれよりも早かったのよ、吉田さん。そう、もういる、ね、もういると思って、っでもすぐに撮るわけじゃなく、ずっとこう台本チェックされたりとかしてたから、あ、めちゃくちゃ早いんだな普段からって思ったんですけど。いや見習いたいね、行くとこがないから早く行くところがないはおかしい、さすがに喫茶店あるはずだ、知らない人がいるところに行きたくないんだ。ああなるほど、まだ知ってる人の方がいいかな。確かに落ち着かないっていうのはあるかもしれない、ね、それが印象的な話、印象的なお話ありがとうございます。じゃあ続きまして、お名前葵井さんからいただきました、ありがとうございます。あざかみさん、えのきさん、ゲストの松岡さん、こんばんは。こんばんは。先行上映会で第14話アニメ本放送も第15話まで視聴できました、うん、先行上映会はわちゃわちゃトークに爆笑して笑い疲れたので、本放送で改めてじっくり拝見いたしました。マイロの穏やかな口調で綺麗な容姿のお兄さん、やってることはかなり残虐な事件の首謀者のギャップがたまりません。マイロを演じる上で基本的には一定の穏やかさは軸になっているのでしょうか。逆に怖さが見えますね。またカモノハシは数字がキーになっていますね。皆さんのラッキーナンバーや好きな数字、縁がある数字があれば教えてくださいと、最後に質問までしてくれる。なるほど、いいリスナーさんだな。ですけれども、はい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 、まあ、あのマイロ演じる上で基本的には一定の穏やかさが軸になっているんですかということですけども、淡々を意識されてる感じですか。いや、あの演じる時には結構意外とあの組み立て方は考えてあるの、うん、あプラン、演技プランというか、うん、でそこの中でフラットにやるっていう、はい、その境界線がすごく難しくて、で今まで培ってきたものっていうのを、うんうん、あのあこれとこれをちょっと組み合わせると面白い感じになるんじゃないかなっていう部分があって、はい、これとこれはもうなんか具体的に別の役とかが思い浮かんで、うん、あのやり方がいいなとかなるってことなんですね。そう、結果的に普通に喋っていてもちょっと冷たく聞こえるかもしれないっていう部分があって、まああとはその現場で掛け合ってみて生まれるものが正解だと思ってるからっていう部分があって、はいはいはい、でそういう風な感じでいくと、あのよく昔からね、はい、あ昔というか自分が本当17年ぐらい前、はい、もうだいぶ前ですね、の時に講師の先生に言われたことが今でも頭に残っていて、はい、あのすごくオーバーにやるラインとオーバーにやらないラインとっていうのがあるんだけども、はい、例えばあの人に共感を得られるラインっていうのが確実に存在するって言われたの、あ、うん、芝居でそれが何かっていうと、例えば泣いてでそれを泣いてる姿を見てそのあと例えば視聴者の方が、はい、でもらい泣きするみたいな、うん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 、っていうラインだとめちゃくちゃ泣いてるシーンって逆に共感を得られないんだ。ああなるほど、確かにちょっと引いちゃう時とかあるもんな。こらえてるところが一番共感するっていう、うん、あ確かにそうですね、うえーじゃなくて、うん、っていうところから、うんうんうん、わかるわかるわかるよっていうなんかこう助走のつけ方であったりとかっていうと、はい、ラインがあの昔言われたことがすごい頭に残っていて、うん、だからそういった面でもなんかめちゃくちゃ怖くしようとすると小物感も出るし、なるほどなるほど、確かに、はいはいはい、で怖くしなさすぎてもなんかあうんなんかなんかそういう人間なんだろうなっていう普通の感じになっちゃうのか、うん、だからそのあえて中間を狙っていってる、怖
怖さと優しさというか、でも絶妙ですよね、うんうん、一見だから優しそうに聞こえるのに言ってることめちゃめちゃ怖くねみたいな、うんうん、あ素晴らしいですね、やっぱギャップがあるってね、うん、言ってますしね、書いてありますし、へえ、聞いてるんですかね、うん、あそんな吉嗣さんのラッキーナンバーは、そさっきからずっと言いながら考えてた、そっちやったんだ、いやいや別にあるかな、なんだろう、ラッキーナンバーってラッキーナンバーってむずいよ、ね、自分のラッキーナンバー考えてる人いるのかな、いなそう、なんかなんだろう、俺でも8っていう数字はなんかね、まあ、誕生日が8月っていうのもあるし、あなんかよくこう縁起のいい末広がりみたいなのがあるじゃん、ね、はいはいはい、ぐらいかな、あ、うん、なんだろうね、どうですか松岡さんは、あそれで言ったら自分は3かもしれない、なんでですか、一番都合がいい数字、3が都合がいい、なんで1位にはなりたくない、おお2位じゃダメなんですか、2位じゃダメなんですか、ダメなんで2位は都合悪いんですか、1位と2位って争うじゃん、あ少しあうう、ね、だから3、4あたりが一番都合がいい、争わない、あなるほど、争うのでも好きそうじゃないですか松岡さん、いや戦うの好きなんじゃないですか、戦うの、まあ正直な話好きだけど、はい、好きだ、やっぱ好きなんだ、大変なんですよ、大変です、1位を狙いたいわけではないと、まあね、戦うのは好きだけど、身も心も削れちゃいますからね、なるほどね、3が、じゃあまあこの3人っていう数字がいい数字だと、ね、あ今もいい数字だ、今もいい数字、ちなみに僕は7ですね、ビッグボーナスの、はい、ガションガション、 大丈夫ですか こ, れこんな感じ で,、はい、感じで皆さんはその今右手回してましたけど理想の回答だったのかちょっとわからないですけども、皆さんメールありがとうございました、はい、引き続き番組では皆さんからのメールをお待ちしております、どしどしお寄せください、カモノアシロンの禁断推理、ロンとトトのデコボコラジオセカンドシーズン、さて続いてですが松岡さんと一緒にコーナーをお届けしましょう、まずはこちらから、リスナーの禁断事件、はい、このコーナーですが、リスナーの皆さんからご自身または身の回りの人たちの間で起きた小さな事件を募集、さらにどう解決したのかも合わせて送ってもらい、その解決方法を我々が推理して当てるコーナーです、うん、リスナーさんに起きた小さな事件を我々がちょっとだけ推理するという探偵気分を味わえるコーナーです、はいはい、前回はコーナー紹介をしただけだったので、今回から皆さんからのメールが届いていますので、今回初めて第1回、あ第1回、はい、それをぜひなんで、どう解決したのか解決方法をね当ててください、はい、じゃあやっていきましょう、お願いします、お名前ウリカさんからいただきました、ありがとうございます、私は現在高校生なのですが、登校する際に靴を左右違うものを履いて家を出てしまうという事件が発生しました、うん、左はローファー、右はスニーカー、え恥ずかしすぎて学校に着くまでにどうにかして隠したいと思った私が取った解決方法とは何でしょう、左がローファー、右がスニーカー、そんなことある、全然足の感覚ちゃうやん全然違うね、だいぶ寝ぼけてたね、学校に片方革でしょ、革です、うん、もう片方は楽なスニーカーなのかな、僕はでもなんとなくわかりますよ、わかる、学校に着くまでにどうにかして隠したい、だからその街行く人のを自分の背丈と似た人を襲うっていう、はい、あー犯罪系ね片方をそのそのそ右足のローファーを奪うという、ナイキ海外とかでそうな怖いやつですね動機がそれっていう一番やばいパターン、ウリカさんはそんな方じゃないんじゃないですか、もうちょっと可愛らしいねすかね、そうですか、いやこれは分かりました僕、分かりました、ええ人間って視覚があるじゃないですか、うんはい、視覚があるということはだいたいまあね、目の前に人がいたとして、はい、いろんなところに人がいるわけじゃないですか、はい、いろんな人の目線を気にしながら、はい、あの人がこっち見た時はこの角度だったらローファーみたいな、この角度だったらスニーカーみたいな、おうおう
くる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 身をこうやって角度を変えて、角度変えて、あたかも視線を感じた瞬間にそっちの方向だけ見せる。むずっ。絶対後ろ側にいる人バレるじゃないですか。そうだね。その才能がすごい動体視力持ってないといけない。難しいっすね。どうよ。まあでもウリカさんって多分高校生なんですけど、うん、おそらく親が医者とかなんですよね。事故か。なんでめちゃめちゃお金もらってる子なんですよ、この子は。だから多分途中でなんか伊勢丹とか行ってローファー伊勢丹の空いてる、うん、空いてるこの8時そう8時とかでしょ、8時か、さすがに8時ドンキ、ドンキなら空いてるドンキ24時間だからドンキで空いてるとこ、まあ、分かった分かった、えおおお、あの運動靴に履き替えた。あーなるほど、 あるね、もういあそっか、学校にはあるわ、学校には、あそれ答えじゃないですか、結構濃厚だな、うん、え、じゃあちょっと答え見てみますか、見てみましょう、はい、答えは、はい、正解は靴を脱いで靴下で登校するでした一番やべえやつ、一番やべえやつじゃん、あのさ本当に解決なってんのそれ、いや靴下の替えを持っていたので躊躇なく脱ぎ捨て、両手に靴を持って登校しました。今考えれば通行人の方たちからしたら相当やばいやつだったと思う一番やばいでしょ、すごいですね、さメール読んでる時にさ、はい、その可能性頭よぎったの、ちょっとありましたけど、さすがにちょっとボケだな、可愛いね、うん、あの答えがあるんだろうなって思ってたの、うん、全然可愛くなかったよ、ガチでそうなんだ、うん、変じゃんそれそっちの方が視線を集めそうだけど、うん、解決なってったんでしょうか、大丈夫ですかってちょっと言いたくなるよ、変わった方です、こんな感じです、はい、続いていきます、よもぎさんからいただきました、どうございます、ありがとうございます、ジムのプールで泳いだ後脱衣所に行くとそこには割と大きめなうえ、うん、こうが落ちていました、それを見たこれ大丈夫解決できない、これ実はもうこれ解決できないって無理だよ、無理だって、え食べたみんなもうやばい、送ってくる人みんなやばい人、本当にあったのそれ、解決できないよもうこの時点で、それを見たジムのボスらしきおばちゃんたちが急に探偵ごっこを始め、脱衣所にいる人たちに一人ずつ漏らして変化確認するからお尻見せてみと言い始めました、はあ、ひでやばい、何それやば、無理だって登場人物俺たち手に負えない全員やばいじゃん登場人物、無理だよこれマジで、こっからだってここあるんでしょ、いよいよ私の番になり、ああ見知らぬ他人にお尻を見せることが嫌な私はどうやってこの場をくぐり抜けたでしょうか、本当に本当なの、本当の話、あ裏話しちゃった、どうやって見せないで見せないでいけたか、なんだこのはもうそとんでもない話来ちゃったよ、やばいな、それロッカールームなの、シャワー室なの、こう脱衣所、脱衣所に落ちてた、脱衣所にお尻を見せてっていうのはその脱がせるってこと、そうなんじゃん汚れてないか、生のお尻をってこと、うん、なんで拭いたって思わないんだろうね拭いてないだろうとお尻を見れば分かると思ってるおばちゃんね、すごいな、すげえ探偵いるな、しかもジムのさ脱衣所とか、あそういうとこってトイレあるでしょ、いやなんで行かなかったんだろう、動物だったんじゃない、スポポーンって出ちゃったのこれ難しすぎるぞ、ほんとかよ、どうやって解決、お尻を見せてそうね、だからいいですけど大変なことになりますよ大変なことって何、大変なことになってますよ、もう犯人じゃん、そう犯人この犯人かこの子が犯人だとなんだろう、それ以外に大変なこと、大変な、どうやって防げばいいんだろうね、見せないで済む方法、私のアビスを見ますかみたいな、アビス、アビスアビスって深淵な感じで大丈夫ですあ大丈夫ですって なっちゃうかなる、なっちゃう、あ、うん、進んでいけばいいんだ、え、うん、見てくれるんですか解決に本人これで解決になってるんだとしたら気持ちよさそうにすればいいんだ、うん、見てくれるんですかそれだこれ解決なの、解決かな、解決、じゃ正解です、
競泳水着を着ているので仮に漏らしたとしても水着から落ちることはありませんと強気な態度で言い切り納得させたでした。へえ、本当の話何すか本当になんかちゃんと私にはアリバイがありますぐらいの気持ちで言ってるもんね、すごいね世の中。競技水着ですけど確かになるか確かにいやでも女性の競泳水着だと確かにってなるかもしれない。いやこの事件終わってないから、まあ、だって犯人はいたんでしょうかね。なんか猫とか犬だったらいいんですけど そっちの方が気になりましたけど、まあ終わりです。すごいね、はい、ということで、はい、こんな感じ、はい、こんな感じでやっていきます今後。やっていくんだ。楽しかったですよね。でも皆さんね結構ちょっと心に何か残ったんですけど、リスナーさんが優秀すぎて、ね、優秀なんですかね。あ、はい、ということでそんなメールをねこれからお待ちしておりますので大丈夫かなこの先、はいはい、その解決方法もお待ちしています。以上リスナーの禁断事件でした。ガモノアシロンの禁断推理、ロンとトトのデコボコラジオセカンドシーズン。はい、続いてはこちらの企画をお届けします。題してロンとトトの協力推理。はい、この企画ですが我々が協力して推理を行い正解を導き出す推理ゲームでございます。はい、まあ、ロンとトトと言ってますが今回は松岡義嗣さんも含めて3人で、はい、マイロと3人で推理をねしていこうということなんですけど、はい、まあ、3人で行うのでルールが若干変更となりました。説明します。まず我々3人にはそれぞれワードが渡されます。お互いがどんなワードなのかは分かりません。この3つのワードは組み合わせると1つの言葉が完成いたします。つまり相手のワードが何なのか推理してどんな言葉が最終的に出来上がるのかを当てていただきます。はい、なお相手のワードを推理する際相手に3回だけ質問することができます。1つの質問で残り2人が答えることができます。前回は質問の回答をはいかいいえのみにしましたがちょっとハードルが高かったので今回は自由に答えても OK といたします。答え以外は、はい、質問終了後我々が同時に推理して完成した一つの言葉を言い回答が揃っていたら成功となります。ということで、はい、まあでも3人なんで、まあ、ちょっとルール改変しましたけど、はい、ちょっとまた難しいんじゃないかっていうのは、ワード3つ組み合わせて一つの言葉を作らないと、うん、そうそう、でも質問がこれでまた増えるわけだから、ね、まあいいレベルにはなるんじゃないかなと。1人3回質問できるのか、そういうことです。はい、はい、なんでじゃあ一つ目の、ワードそれぞれね、ワードを自分だけ把握すればいいのか、はいはい、これでなんとなく予想してもらいます。うわー、あーこれ大丈夫かな。じゃあまず、いきますか。誰から。じゃあ俺からいこうかな。あ、はい。職業ですか。違います。違いますか。吉田さん、え、吉田さん今考えてる。ワード松岡さんのワードは職業ですか。それはどこまでを職業と定義しますか。逆質問逆質問逆質問これで質問一つ使っちゃいますけど。分かりました、はい、職業ではないです。職業ではない。職業ではない。僕はもう今割り切りました。もう割り切らなかったら可能性があったということ。ちょっと待って、うん、そうだな、それは皆さんに関わるものですか。はい、関わるもの。まあたまに。たまに。たまに関わる。たまに。たまに。たまに関わります。なるほど。頻繁じゃないとは思います。はい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 。じゃあ吉田さん、それは食べ物ですか。違います。違いますね。大丈夫か。やばい、やばいな。物ですか。物じゃないです。物じゃないけど、けど物質ではある。物質ではある。うん、皆さん、あ、医学用語ですか。あ、はい、そうです。はい、お、医学用語です。まあ、だろうなとは思うんだけど。それは人間に関わるものですか。はい、関わりますね。あー、なるほど。ちょっと待って、
ただそうなんだけど、最後の質問もう一周して終わりです。何なんだこれ。人間に関わる物質なんだよな。確かに物質、物質。これはね、服ですか。最後の質問それでいいの。服ですか。じゃないよ。服じゃない。服じゃないです。服じゃないですか。でも逆に言えば服に関わるワードなのかもしれないっていう、この逆推理ですよね。言えないですけど。協力すればいい。何急に。それは言えないですけどみたいな。協力ですからね皆さん。あ、じゃあ皆さんが持ってるあの言葉は最後につきそうですか。みたいな。いや、わかんねえなこれ。ついてもおかしくないけど。おかしくない。頭につく場合も全然あるとは思う。どうですか吉塚さん。つかない。これついてたらやばい。じゃあ俺は一つここで一回決めようかなと思ってます。マジ、さあ吉塚さん最後の質問お願いします。それは内臓ですか。内臓ではない。ないな。内臓じゃない。内臓も関わってくる場合はあるワードですけど、内臓ではない。あーマジむずいこれ。あー終わりです。待てよ。わかんねえんだけど。クソむずくないこれ。クソむずくない。ヒントください。カモロンのキャラに関係あるよ。カモロンのキャラに関係ある。せーので同時に言葉、ワードを言いますよ。はい、せーの。大脳神経。でかい。終わりです。何。私大脳神経。大脳神経。じゃあ神経だったの。大脳につながってる神経があるんでしょうきっと。あ、神経だったんだ。じゃあ僕は神経でした。僕は天才の外科医って答えました。あの、モフ先生がそうだよね。うん、うん、そう。で、松岡さんが尻の血族。はい。どんな自覚ですか。何それ。尻のだ、多分脳だったんですよね。尻の。あ、やっぱ脳だ。脳。で、尻の。尻って何ですか。尻。お尻。お尻。さっきのさっきのメール引きずってません。アビスが。アビス。深淵なるものが。ついてきちゃう。俺はね外科医です。脳神経外科医。ああ。じゃあ俺が真ん中だったんだ。モフ先生って脳神経外科医 か。あ、じゃあ合ってたんだ俺ある程度。合ってたよ。うわ天才かと思った。脳神経。惜しかったな。いやいや、おばさこさん惜しかった。もう一回言ってもらっていいですか。お尻って。もう一回言ってもらっていいですか。尻の血族。血族。血族って何。血と尻があるんですけど。血族どっから来た。血族は何なんですか。どんな字なんですか。血に族。血に族。ああ。ああでもないんだよ。ああ。どっから来たその血族。尻の血族。かかってるでしょ。何かかってる。尻とケツって。あ、なるほど。なるほどじゃないよ。ちょっと感心してしまったわ。どういう意味なんですか。クソむずいな。あ、はい、終わり。難しい。いやでもこれ答えたいな、ね、だいぶいつか、近寄ってような気はしたんですけれども、ちょっともう少し僕ら推理力必要ですね、はいはい、ということでお時間がやってきてしまいました。協力推理はここまでです。ということで次も頑張りましょうね。はい、はい、以上ロンとトトの協力推理でした。カモノハシロンの禁断推理。ロンとトトのデコボコラジオセガンドシーズン。カモノハシロンの禁断推理お知らせ。
はい、ここからはカモノハシロンの禁断推理に関する情報をお知らせしていきます。まずは放送情報です。テレビアニメカモノハシロンの禁断推理セカンドシーズンが東京 MX、ATX、KBS 京都、サンテレビ他にて毎週月曜日に絶賛放送中です。さらに各配信サイトにて地上波同時配信中です。ぜひチェックお願いします。そしてテレビアニメカモノハシロンの禁断推理セカンドシーズンのブルーレイ& DVD が発売となります。第1巻は2025年1月24日に発売です。チェックよろしくお願いします。続いて原作情報です。漫画は少年ジャンププラスにて連載中です。コミックスは第15巻まで発売中です。ぜひチェックしてください。音楽情報です。ハンブレッダーズが歌うオープニング主題歌フィードバックを鳴らしてとホクロックビが歌うエンディング主題歌ラビリンスが配信中です。最後に12月21日土曜日開催のジャンプフェスタ2025少年ジャンププラス10周年ステージにてカモノハシロンの禁断推理ステージイベントを実施いたします。私浅香妙平と榎木純也くん、八代拓くん、そして松岡義次さんが登壇予定でございます。はい、ステージ観覧方法などジャンフェス公式サイトをチェックしてみてくださいね。その他の詳細はアニメ公式サイト X アカウントをご確認ください。以上カモノハシロンの禁断推理お知らせでした。カモノハシロンの禁断推理ロンとトトのデコボコラジオセカンドシーズン。さあ、お送りしてきましたカモノハシロンの禁断推理ロンとトトのデコボコラジオセカンドシーズン、そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。アニメやラジオの感想、我々へのメッセージ、コーナーまでメールを送ってきてください。メールは番組サイトの投稿フォームから簡単に送ることができます。そしてこの番組ですが不定期配信です。次回は来月に配信予定です。詳細は追って番組サイトやアニメ公式 X にてお知らせいたしますのでチェックしてください。はい、というわけで今回はゲストにマイロ・モリアティ役の松岡義次さんにお越しいただきました。どうですか、ストレス発散されましたか？できました。いや、緩和されましたね。よかったよ。かなり緩和されました、ね、あ、よかった。だいぶね、笑顔も取り戻して始まる前はどうなることかと思ったんですよ。そんなレベルピリピリしてたんだ。よかった、よかったよね。定期的に僕らのところに ねやっぱあのメディカルチェックしていただいて、ね、すごいなんか自然体でお話できたんでよかったです。カモロンでね、ご飯とか行きたいですね。あ、そうですね、チームで、はい、結構いいチームなのでね、はい、はい、前野さんもまた来てください。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでカモノハシロンの禁断推理ロンとトトのデコボコラジオセカンドシーズンはここまで。お相手はカモノハシロン役の浅香妙平と一色とともり役の榎木純也とマイロ・モリアーティ役松岡義次でした。バイバイ。